1943年4月18日、作戦指揮のためソロモン諸島を訪れていた連合艦隊司令長官山本五十六大将は、日本軍の暗号を解読したアメリカ軍の待ち伏せに遭い、上記を撃墜され暗殺されました。この事件は、太平洋戦争における海軍の重大事件として、海軍港事件と呼ばれています。さて、この海軍港事件には、現在も答えの出ていない、いくつかの謎が残されています。今回は、山本五十六長官の死にまつわる謎について見ていきましょう。山本五十六は墜落後も生きていた？山本長官は、公式には一式陸航の撃墜時、機上で被弾し、戦死したとされています。ですが、もう一つ、墜落後もしばらくは生存していたのではないかという説があります。南方のジャングルでは、高温の気候により、死体は猛烈な勢いで腐敗してしまい、すぐに蛆が湧いてきます。しかし、発見者によると、山本長官発見時、遺体には蛆が湧いていなかったといいます。撃墜された山本長官機が発見されたのは、暗殺事件翌日、19日夕方頃のことで、墜落を目撃していた陸軍の浜菅光義少尉の石膏隊によるものでした。墜落した一式陸航の周囲には死体が散乱しており、機体から4から5メートルほど離れた場所に、草色の軍服に略字をつけた将官の遺体があったといいます。遺体のつけていた白の手袋の左手に、人差し指と中指がなかったため、浜砂少尉は、これが山本長官と分かりました。山本長官は、左手で軍刀を握り、右手を軽く添えた状態で、座席に座ってベルトを締めたままの状態で投げ出されていたといいます。足には、黒の飛行靴を履いており、帽子はどこかへ飛ばされてしまったようでした。すぐ、そばには、白い軍服を着た軍医が仰向けになって死んでいたので、これが高田六郎軍医長と考えられます。現場にあった遺体には、誰の体にも蛆は湧いていなかったそうです。そして、ほとんどの死体で死に顔が腫れ上がっていたのに、山本長官の遺体だけは、そうではなく、綺麗な顔をしていたと言います。山本長官が撃墜されたのが、4月18日朝のことで、遺体が発見されたのが19日午後。24時間以上が経過しているなら、遺体は腐敗していなければおかしいはずです。20日朝、海軍陸戦隊が現場を訪れた時には、遺体は腐敗を始めており、蛆も湧き出していたといいます。後で行われた検視の際、他の乗員の遺体には、完全に腐敗していたものもあったのと比べると、山本長官の遺体は、かなり状態のいいものでした。このことから、山本長官は、墜落後もしばらく存命であり、19日の明け方頃までは生存していたのではないかとも言われます。山本長官の遺体が綺麗だったのは、そばに倒れていた高田軍医長が、適切な処置を施していたためではないかと見られます。高田軍医長の遺体は、発見者が、どうして、あの傷で死亡したのかわからないというほど無傷で、こちらも、墜落後しばらくは生きていた可能性があります。山本五十六は自決したか？山本五十六が、墜落後も生きていたのだとすると、山本長官の死因についても疑問が生まれてきます。墜落と同時に死亡した場合、死因は、山本長官を襲った B-38 戦闘機の機銃弾とされています。実際、山本長官の検視でも、頭部から胸部にかけての銃創が認められ、こめかみから、下顎、背中を貫通した銃弾によるものと結論付けられています。ですが、これも妙な話で、B-38 戦闘機の武装は、12.7mm と 20mm の機銃ですから、このように命中すれば頭半分が吹き飛んでいるはずです。とすると、この傷を作った銃弾は B-38 のものではない可能性があります。しかし、機上で戦死したのなら、
死因は戦闘機の機銃弾以外には考えられません。そこで山本長官は墜落後もしばらくは生きており、拳銃等を使って自決したか、誰かの手によって撃たれたのではないかという説があります。山本機を撃墜したのは誰だったのか。ここまで山本長官暗殺に関連して長官の死にまつわる謎を紹介しましたが、実はこの件については実行したアメリカ側にも長らく議論が行われ、答えの出ていない問題があるのです。それは山本長官の乗る一式烈鋼を撃墜したパイロットは誰だったかということです。作戦当日、山本長官らの上機を襲った直接攻撃担当編隊のパイロットは4人。隊長のトーマス・ランフィアー隊員、レックス・バーバー中尉、ベスビー・ホームズ中尉、レイモンド・ハイン中尉。この他に、指揮官であるジョン・ミッチェル少佐率いる援護部隊12機がいました。4人のパイロットのうち、戦闘で撃墜されたハイン中尉を除いた3人が、一式烈鋼の撃墜を主張しています。しかし、日本側の一式烈鋼は、山本長官の乗る1番機と、宇垣参謀長らの乗る2番機の2機しかなかったはず。3人の誰かは、戦果を誤認していることになります。ちなみに、アメリカ軍では、この時護衛の冷戦3機の撃墜も報告していますが、日本側では、護衛戦闘機に撃墜された機体はなく、6機とも帰還しています。高速で行われる空中戦において、いかに混乱や誤認が多いかということがわかります。3人のうち、ホームズ中尉は、自分が落とした一式烈鋼が海に落ちるのを見たと言っているので、この機体は、宇垣参謀長が搭乗していた2番機で間違いないでしょう。ということは、間違っているのは、ランフィアー隊員かバーバー中尉のどちらかということです。戦時中、山本長官機を撃墜したのは、ランフィアー隊員とされていました。この功績により、ランフィアー隊員は、勇敢な兵士に贈られる、シルバースター勲章を授与されました。しかし、戦後に、アメリカ側の記録と日本側の戦闘記録との付き合わせや生存者への聞き取り調査などが行われた結果、長官機撃墜はバーバー中尉との共同戦果へと変更になります。ランフィアー隊員はこの戦闘で護衛の冷戦1機も撃墜したと報告していましたが、こちらも日本側の記録から否定されています。山本長官機が共同撃墜ということになると、ランフィアー隊員の撃墜スコアは 4.5 機となり、5機以上、撃墜が条件となるエースパイロットの地位を失ってしまうのです。当然、ランフィアー隊員はこれに納得しませんでした。ランフィアー隊員は、1987年に癌で死去するまで、軍に対して、山本長官機の単独撃墜を認めるよう要望し続けたといいます。実際に P-38 を飛行させた戦後の検証では、バーバー中尉が撃墜した可能性が高いと結論付けられたといいます。バーバー中尉は一式烈鋼を後ろから攻撃したと証言しており、こちらの方が撃墜された山本長官機の機体の状態とも合っています。ただこれも推論の一つでしかなく、アメリカ軍の規定では撃墜に際して弾丸を命中させた者が複数いる場合には共同撃墜とすることになっており、ランフィアー機の弾丸が撃墜に全く関与しなかったと断定する証拠もありません。果たして山本長官機を撃墜したのはランフィアー隊員なのかバーバー中尉なのか、それとも2人による共同戦果だったのか、現在でも答えの出ない謎として残されています。以上、山本長官暗殺にまつわる謎とされる出来事について見てきました。事件から70年以上が経過した今、こうした謎の答えが明らかにされることは、おそらく永遠にないと思われます。太平洋戦争に限らず、歴史上の出来事では、誤解や記憶違いから体験者・目撃者の証言が異なるケースも多く見られます。
こうした謎の存在は、歴史上の事実を断定することがいかに難しいことかを表す一例と言えるでしょう。いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？今回の動画を見て、あなたが思ったことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。